ほうれん草好きだね。好きだし、まあ栄養あるじゃないですか、ほうれん草。だから頼ってるほうれん草に。だし、なんか料理のなんか使い道がほうれん草楽だから、ほうれん草に頼っちゃいます。茹でます。ほうれん草マジで消費率高いんですけど、私。あーやばい、あちちち、大きい鍋欲しいな。買おう買おう思ってずっと買ってないんだよね。ちっちゃいお鍋。暑いね、キッチン。ちょっと火使うだけで。てか夏だよね今日。びっくりした。暑い、湯気、湯気やだ。今日は舞台のビジュアル撮影してきて、で終わってすぐに映画館に行って映画見てきました。ビジュアルはね、どんな感じだろう。メイク全部してもらったから、なんかいつもの自分って感じがしなくて。どんな写真になったんだろう。チェックしなかった。ゆで卵。何の映画？ベルファストっていう映画見ました。前映画見た時、映画館で予告で出てきて、そっから気になっててやっと見えた。あ、あー、人参も茹でようと思ってたのに忘れてた。ゆで卵と一緒に茹でていいかな。いいよね。え、面白かった。いい話だった。普通に感動した。感動したし、なんかもうなんか家族とか子供がいっぱい出てくるんだけど、もう尊すぎて、子供が、家族っていいなって思った。お、いい音。私何かの感想を言うとき箇条書きみたいになっちゃうのをどうにかしたいんですけど、インスタのストーリーとかも何々だった何々だったみたいなになっちゃうんだよね。どうにかしなきゃ。ついにピーラーを買いました。
たなって思ってたんだよね。でもだからずっと包丁で剥いたりしてたけど、やっぱ楽だね。結局必要だよねこういうのは。人参切ってます。いい色、人参かわいい、見た目が好き。切っちゃったけど人参推し最近。めっちゃいい色じゃない？オレンジって可愛くない？もうオレンジ大好きになっちゃった最近。よいしょ。どうしよっかな。どうしよっかな、悩むな。今日はっていうかもういつもなんだけど、本当に可愛い料理を作ってなくて、なんか実家みたいな料理をいつも作っちゃう。和食？今日はお買い物したのはほうれん草と人参と大根と豆腐と豚肉買って、これで何品か作ろうと思ってます。和食が美味しいよね。かつらむきなお。意外に料理久々するかも。こんなしっかり全然しないんだよな料理。ちゃんとしたのは作ってもサラダとかゆで卵とか味噌汁とかスープとか。よいしょ。8時。私がすごい他人に自慢したいのは、あるものとかで、あるものとか適当に買ったもので何品か作れるっていうのが自分の売りだと思うんですよ。なんかとんでもなくおしゃれなもの作れるとか、なんかすごい見た目に作れるとかじゃなくて、ある食材とか決まった食材で何品かなんとなくで作るっていうのが、そのレシピとか見ないでなんとなくいくつか作るっていうのが自分の売りだと思ってる。もうねお母さんじゃんって感じなんだけど、なんでだろう。なんかでも料理の学校行ってた時にいっぱい練習とかしなきゃいけないから、例えばかつらむきだったらかつらむきの練習めっちゃして、練習すればするほど大根食べなきゃいけないじゃないですか。だからその大根をどうやって食べるかとか考えたりしてたから、それかな、ここから来てるのかな、なんだろうね。めっちゃ暑い。
豆腐手の上で切る。あと昨日作った豆腐の料理がなんか天才的で、これは自慢したいんだけど、自慢していいですか？なんか特にこれ作ろうとかその昨日も決めてなくて、豆腐があったからうんと思って、豆腐を白だしとかだしお酒みりんとかでちょっとグツグツさせて、そこに溶き卵入れてわーって混ぜて青さを乗せたの。そしたらなんか豆腐のあんかけみたいなのができて、味は茶碗蒸しみたいなすごい幸せな味で、簡単だし、まあ、おそらくヘルシーだろうし、めっちゃ美味しかった。おすすめ。適当にやってみてください。美味しかった。豆腐は木綿じゃない絹、どっちでもいい。なんかどっちが好きとかあんまないかも。じゃあ今から大根、あ、大根を炒めます。ごま油か普通の油かどうしようかな。でも新品のごま油あるからごま油にしよう。あ、いい匂い。ちょっとでいいよね。マリアって苦手な食べ物あんの？めっちゃある。恥ずかしいけどめっちゃある。例えばエビとか、エビとかあんずとか、あの桜餅とか、とかお餅とか、メロンとかスイカとか、幅広く苦手なものが多い。でもエビの美味しさは分かるの。味としての食感とかがねちょっとね苦手なんだよね。でも少しずつ海鮮が好きになってきてるから、3年後とかにはエビも大好きになってるんじゃないかなっていう予想はしてます。まあ確かにマグロもそんなに好きじゃないかもな。食べるけど、美味しいけど。野菜は苦手なのないかも。でもフルーツは痒くなっちゃうからあんま食べないようにしてる。でも梨とか桃は大好きだから止められません。ナスは嫌いだったんだけど好きになってきました。ナスの揚げ浸しが大好き。でも自分で絶対作りません。揚げ物はやらないんだ。ちょっとゆで卵と一緒に人参を入れました。
めっちゃ美味しいよね。予想通り、皆さんの予想通り、ごま和えです。分量は適当、本当に難しくてくじけちゃうかもしれないです。稽古わかんないけど、くじけないか。いや、くじけるかな。なんか上手な人いっぱいで当たり前だけど、めちゃむずいです。なんかね、ほぼ一人芝居みたいな感じなんだよね。でも一人芝居なんかやったことないしさ、すごい難しいんですけど、すごいいい話っていうか、すごい面白い舞台です。だから楽しみにしててほしい。だからぜひ来て。感激者っていう舞台なんですけど、舞台を見に来てる人たちの話、全員主役みたいな感じです。ねえ、緑とオレンジめっちゃ綺麗、ナムルみたい。
と味に。うん、うん、まあいいでしょう。薄味の方がいいもんね、健康的に絶対に。で、稽古がね、さっきも言ったようにほぼ一人芝居だから、まあ、一人芝居ではないんだけど、まあ、説明が難しいんだけど、なので稽古は演出家の方と1対1っていう感じでめっちゃ緊張してます。だし3演だからもう前回出てる人が半分以上で、それもね焦るよね、足を引っ張るんじゃないかみたいな。でも絶対絶対絶対あの自分のためになる作品だし経験だから頑張るんだけど、見に来て見に来てください。皆さんの物語って感じだから、誰か応援してたりとか、誰かを見に行ったりとか、誰かのために頑張ったりとか、そういう人たちの話だから、本当ファンの皆さんを描いてるような作品でもあるので、なんか自分に似てるキャラクターが絶対いると思うし、すごいなかなかないような演出で面白い作品になってると思うので、ぜひ来てほしい。そうなんだよね、ゴールデンウィーク中なんだよね。しかもエイトの舞台の直前とかだったりするから、エイト行く人はいけないみたいな人も絶対いるよね。エイトも出るけどオムニバスだから、なんか不思議な感じです。まだ稽古してないけど、よし、豚バラじゃーん、こんなちょっとで売ってる、助かります。うわー、生姜焼きにしたい、しないけど、うわー、生姜忘れた、まあいいか、いや、よくないか。美味しいんですよね。これもうニンニクチューブじゃないです。もうこれです。桃屋の刻みニンニクです。もうこれありゃ何でもうまくなるって感じ。だけど入れすぎ注意。これの味になっちゃう。これ本当に美味しいよね。なんなん？おお、なんか、うん。久しぶりにニンニク。やば、もうこれをすぐに買ってください、料理する人は。
みんな持ってるって、ね、これは重宝するべき。日本人は、いや外国の方でもそうかもしれない。すごいんだけど、すごい油、しょうがないか。あ、絶対ご飯進むけどご飯ないんだ。おお、絶対このままで嬉しい。あー、おいしそう。いやー、このリッサルじゃん、これ。もうこれとも桃屋のニンニクだけでいいじゃん、ね、おお、これはやばい。余っちゃうよね。おいしそう。超いい匂い。結局豚バラだよね。おいしいのって。頭がスプーンになってる先。そうです、そうそう、ここがスプーンになってるから、なんか小さじとか調味料入れるのに使ったり、味見に使えたりとか、すごい便利。やばい、美味しそう。やっぱ焦げ目あった方が美味しそうだね。やばそう。何も見えなくてごめんなさい。今私が集中してる顔だけ。音がいいでしょ。音聞こえるよね。ちょっと油取ろうかな。待っててください。あー、いい匂い。桃や。このまま食べても絶対美味しいって。
ません。美味しそう。タラの豚バラ。めっちゃ美味しそう。ニンニクもちょい入れようかな。もういっか。ニンニクに頼らない。うん。すごい飛ぶよね。お肉の脂って。入れすぎたかな。絶対美味しい、これは。よし、OK。定食屋さんやりたい、ま、なんか昔はカフェやりたいとか思ってたけど、もちろんカフェもいいけど、定食か居酒屋やりたい。なんかこういう料理出してくれるやつ、家庭的な。確かに。でもご飯ない。あ、白米抜き。白米抜きの定食はダメだよね。白米の代わりにキャベツ千切りです。カフェラテも大好きだから、定食屋さんで夜は居酒屋になるんだけど、お店の壁になんか餃子の王将のテイクアウトの窓みたいな、ドライブするみたいな、なんかわかります？餃子の王将のテイクアウトの窓、外につながってるちっちゃな窓つけて、そこでカフェラテやる。もう盛りだくさん。わかる？あ、わかる？嬉しい、わかってくれて。あるよね、あのちっちゃい窓。メニューはその日の気分。開店するなら場所はどこ？どこ？東京だったらってこと？いい質問だね。いい質問ですね。神田。サラリーマンに来てもらって、しかも AKB 劇場も遠くないから。
どう？でも神田とかだとちょっと激戦区になりそうなので、そうだな、どこがいいかな。北千束。北千束。どうですか？一人勝ち？専属はたまに稽古場があって、たまに行くことがあったりするんだけど、その団体さんによっては何もなくて困っちゃう時があるから。でもね、何もなくないんだよね、それが。私は知ってる、めちゃくちゃ綺麗なお店があることを。行ったことないけど、そうなんだよね、自由が丘あるもんね、近くにね。よし、ゆで卵むけた。ゆで卵はこのまま食べます。ニコタマってルーキーズの街でしょ。ニコ学号のニコタマでしょ。行ったことない、行ったことないけど、メイクさんにニコタマにめちゃめちゃおすすめのまつげパーマーがあるからぜひ行ってって言われたけど行ってない。清澄白河ってさ、日本のさ、ブルックリンだっけ、なんだっけ、日本のなんとかなんとかって言われてるとこでしょ。カフェがいっぱいあるみたいな。ブルーボトルがあるんでしょ。でもどこにでもあるよね、割と。もうブルーボトルなんだっけ、日本の何って言われてるんだっけ、なんだっけ、なんだっけ。ブルックリンは蔵前、なんとかなんとかね、なんだっけ、誰か調べて、人任せ。なんだっけ、清澄白河行ったことないや。行こう、友達と行こうってなってたんだよ。学校の先生がいつも美味しいお店とか美味しいカフェに連れてってくれるんですけど、その料理の学校の先生がと友達でよく行くんだけど、がね、清澄白河今度行こうって言ってくれたけど行けてなくて。あ、ブルックリンなんだ。日本のブルックリンめっちゃあるじゃん。あと煮るだけ。じゃあおしゃべりしよう。日
本のブルックリンは清澄白河で、東京のブルックリンは蔵前。なんだそれ。っていうかブルックリンってなんだ。かわいい名前、ブルックリン。天王洲のおしゃれタウンらしい。あ、そうなんだ。銀河劇場、キスエイ、キスバイエイトの劇場は天王洲ですよね。天王洲もあるんだ。そこら辺はアクセスがちょっと苦手。ブルックリンはニューヨーク。そうなんだ。ああ、落ちちゃった。今日手から落ちるな。スタバの新作飲んだ？飲まない。あんまりカフェラテ以外飲まないんだよね、スタバ。でも夏はフルーツ系のフラペチーノ出たらすぐさま飲みます。火止めて油を拭いてます。火止めちゃったと思った。ショールームの料理配信中に掃除も並行する人いる？いなそうだよね。でもさ、油汚れださすぐ落としたいよね。あ、いい匂いしてきた。いいね、いいね。何煮込んでる？豚バラ大根です。これがね、茹で上がればもうできる。できたようなもん。1、2、3、4品できたってことだよね。ただ見えないと。ご飯はいいね。食べたいけど我慢。美味しいわ。今日いつもとメイク違うんだよね。ちょっとだけ。あんま分かんないか。あんま分かんないな。ほら、眉毛とか違うと。アイシャドウとかマスカラとかも違うけど。あんま分かんないよ。いや、一番違うのはお肌。すごい、私ってファンデーションって本当に塗ったか塗らないかぐらいの薄さでしか今まで塗ったことなかったんだけど、自分では。でも今日はなんか陶器みたいに塗られて。だから見て、ちょ、なんかすごくない？ツヤンツヤンだし、なんか凹凸ないし、陶器みたいに塗られたもん。なんかもう絵の具のなんか筆みたいなやつで綺麗にこう集中して塗ってくれた。
なかなかこんな厚くファンデーション塗ることないから新鮮ですけど、すごくない？どんな写真になったかな。洗い物を拭き始めるえ、なに？かわいい。サンドイッチ？そんな感じで、え、何？次はフルーツサンド？かわいい。え、牛乳めっちゃかわいい。牛乳かわいい。牛乳パックってかわいい。え、焼きそばパン？かわいい。茶色い。美味しいよね。この前ね、5年ぶりぐらいに食べた。めっちゃ美味しかった。メロンパンだ。何？メロンパン大好きだった一時期。本当に毎朝メロンパン食べてた。これは何？これ何？何ですかこれは？メロンパン本当に毎日食べてた。高校生の時本当に好きだった。メロンパン好きだけど、メロンパンの外側のあれが好きなんだよね。だからよくこう蒸しって中のふわふわはパパとかにあげたりしたこともあった。外側だけでも言ってたけど、それはさ、ただのクッキーなんだよね。あの薄さだからいいんだよね。パンフェスやってる。パンフェス？火入るかな。早く火入って。あ、そうだ。昨日の夜、最近聞いた。でドラマ、群馬とのドラマ発表されてて、えっ、ー、と思って、めっちゃ深夜なんだけど、深夜の勢いでツイートしちゃってさ、お恥ずかしいツイートしちゃってさ、それで朝起きたらさ、なんかリツイートとかコメントとかの数多くてさ、びっくりしちゃった。みんな優しくてびっくりした。あんなさ、夜中にさ、なんかさ、心の叫びみたいなツイートしたら、なんかめっちゃ優しいコメント多くてびっくりした。なんかびっくりした。優しい、みんなありがとう。なんか今まで思ったこととか本心とか、マジかよみたいなことツイートしたりしなかったけど、悔しいこととか、なんか発信したら発信したでみんななんか支えてくれるんだなって思って感動しました。びっくりした。まあ事実しかツイートしてないからね。事実をツイートしただけだから。
まあでも私は忘れませんよ、初回に出れなかったこと。まあ初回なんかに出れるはずがないんですよ、私の分際で。なんだけどまさか群馬県だとはね、思わないじゃん。まさか初回が群馬県だとは思わないじゃん。どうマジかと思ってた。あのピアアリーナかな、ピアアリーナか何かのコンサートで予告、番組の予告みたいの見て、群馬県県庁にやってきましたみたいな予告の映像見て、マジかよみたいな思ってた、すごくそれでハマとめっちゃ喋ってたんだよね、コンサート中に。え、そのね、私とハマの絡みを見てた人いっぱいいてね、お話し会とかもね、ハマちゃんと楽しそうに喋ってたねとか、ハマとふざけすぎみたいな、すごいね言われて、すごいみんな見てくれてるんだなって思った。コンサートのあれだよ、映像を見てる時に2人でふざけてたら、それをめっちゃ見てくれる人とかいて。そう、この前も私が途中で遅れて行ったやつで、コンサートであの MC とか発表してる時、隣があやなんさんで、なんかあやなさんとめっちゃ爆笑しちゃって、それも見てる方いてびっくりした。誰も見てないだろうと思ったら、お話し会とかで結構言われて、あやなんさんとめっちゃ笑ってたねとか、何喋ってたのとか言ってくれる人いて、見てるんだと思ってびっくりした。恥ずかしい、本当に大爆笑してた、どっちも大爆笑しちゃうんだよね、そういう時。あ、美味しそうだけど、全然まだまだ煮込みたい。お、すごい、何これ、何パン、あんパンかな、どうしよう、普通の蓋にしようかな。でさ、深夜にツイートしたら、まさかのさ、かなり速いスピードでその番組公式さんからさ引用リツイートみたいのもらっちゃってさ、焦ったんだよね、すごく。やばい、見られた。何とぞって言ったら、承知しましたって来た。承知してもらっちゃった。今何ちょっとしたんだっけ。まあでも期待はしません。どれくらいかな、もう暇だからお味噌汁に卵入れちゃおう。グラビアずっと待ってます。8、9、10、11、12、1、2、3、4、8ヶ月経ったわ、約束から。約束っていうかプレゼント、商品、なんていうの、優勝商品、ソログラビアから8ヶ月経過。一生待とう。1年後ぐらいがいいな。ちょうど来年の8の日ぐらいで言いたい。1年経ったんですけどって言いたいから、まだ来なくていい。おもろくない？ 1 年後って派手にやろうよ。1年経ったら
確かに、なんかみんなめっちゃ出てない？48 タイムズ。みんななんかすごい水着やってない？最近流行り？あれは何ですか？何の商品？いやでもありがたいんだよ、みんなが可愛く撮ってもらうのは。しかも私は水着だなんて一言も言ってないですけど、なんか最近多いよね、メンバーの48タイムズでのグラビア。で私は本当に8月8日、今年の8月8日だから、まあ、あと3ヶ月ちょいたったら言いたい。だからそれまで来ないでほしい、お話が思い出さないでほしいな。逆にどうしよう、なんて言おうかな。デートの日に言いたい。だからそれまでちょっと静かにひっそりしとこう。ネタにする。もうなんか YouTube のアーカイブとかから映像引っ張っておこうかな。動画とか作っておこうかな、自分で。でも絶対あっという間だよね、8月なんて。だってゴールデンウィーク来たらもう5月8になっちゃうでしょ。で8やるでしょ。でそれやったら梅雨でしょ。で梅雨明けたら7月でしょ。7月は楽しいじゃん。そしたらもう8月でしょ。ほらあっという間に絶対8の日だよ。私は水着とは一言も言ってないんですけどね、何度も言うけど。あっという間に25歳じゃん。本当だね、やば、あっという間すぎる。わあ、お味噌汁が一気に綺麗になった。誕生日だよ、9月。やばいね、あっという間だよ。25って25歳になる日が来るとは思わなかった。やばい、汁がなくなってきた、見えてきちゃって。でもまだまだ煮込みたいよ。足す？どうしようかな。ちょい薄、ちょい薄だから、ちょい薄を理由に足します。やっぱ豚バラの脂がすごい。もう先全部入れちゃおう。美味しそうだ。これでもっと煮て
あとなんか話すことあったかな。美味しそう。焼き目がいい感じ。よかった、最初焼いといて。熱い。マリアちゃん何作ってんの？豚バラ大根も煮てます。あとはできた。早く食べたい。ゆで卵入れた？ゆで卵はサラダと一緒に食べる。ゆで卵絶対おいしいよね。なんかシチューとかさ、グラタンとかさ、そういうかわいいの作った方がいいよね。なんかコロッケとかハンバーグとか。だからなんかあんま載せられないんだよね、写真。料理しても。可愛くなくて。天津飯懐かしい。あ、久しく作ってないかも、天津飯。でもよくプラメに送ってるよね。今日はこれ作りましたとか、これ夕ご飯ですみたいな写真よくプラメに送ってます。炭水化物は食べない？夜は食べないかも最近は。餃子にビールってやる？やんない。ビールね、苦手なの。臭いって思っちゃう。だから未だに飲めないビールは。あ、いい感じだよ。春っぽいの作ると映えるかも。春っぽいなんてなんだろうね。わかんないけど、私が今作ったお味噌汁めっちゃ春色だよ。黄色、オレンジ、緑、白が入ってる。春色。それこそメロンパン作れば。パンとかね、お菓子作りは専門外なんですよ。計量ができないから嫌いで。だからでも今度ね、さやりんとね作ろうよって言ってる。一緒に料理配信しようって言ってるけど、実現するかな。永遠言ってる。会うたび言ってんだけどね。さやりんがねパンとかお菓子できるから、さやりんにやってもらって、私はそれに合う料理みたいなできたらいいな、さやりんちで。自分ちじゃなくて。やりたい。でもなんだろうね、パンに合う料理って。なんでも合うよね。コロッケ、シチュー、わかる。クラムチャウダーとかポタージュとか。ポタージュ得意。ポタージュ、ポタージュ係しようかな。ポタージュにしちゃえば何でも美味しいもんね。ポタージュ得意。今日もポタージュにするか迷ったんだけど、って思ってやめた。あ、パスタ。確かに確かに。パスタにセットでパンとかあるもんね。アヒージョ。アヒージョも得意。ニンニクは任せてくださいって感じ。スープストック東京的なのもいいですね。
大好き、スープストック。最近行ってないけど。お、いい感じ。どうかな。美味しいかな。今一番自信ある料理なんですか。八宝菜的なやつ、めっちゃ美味しいです。私が作るやつ、ご飯にかけて食べます。それは八宝菜っていうのか、八宝菜の日本版みたいな、なんていうの、白菜とか野菜のトロトロ煮みたいなやつ。名前はない。いろんな野菜好きなのぶっこんで、お肉と炒めて、なんか出汁とか味付けてトロトロさせて、胡椒とか振って食べる、何の変哲もないやつです。ロールキャベツできますか。できるはず。あれ、去年とかにね、多分はいショールームで作ったことある気がするよね。その時初めて作ったような気がするんだよな。あとは、あ、ホワイトソースも得意だから、ホワイトソースから派生するクラムチャウダーとかグラタンとかも得意です。水溶き片栗粉がうまくできない。うん、1対1じゃない？大体。でもあんま濃すぎてもドロドロ残っちゃったりするし、上手にやんないと。薄すぎても味が薄くなっちゃったりするから確かに難しいけど、よくスーパーとかで売ってるトロトロにできる素とかは良くないなって思う。やっぱ水溶き片栗粉でやるのが一番いいなって使ってみて思った。とか話してるうちに大根めちゃめちゃいい色してる。これ絶対美味しいって。結構量が、ちょっと見せる、見せるね。あ、充電すれば平気そうだ。すごい、ちょっと待ってね。落ちた。待って待って、可愛くない可愛くなさすぎてやばい。アイドルが作る料理ちょっと待って、やだ。盛り付けてからにしよう。盛り付けてからお見せします。まあ、美味しそうでしょ。美味しそうだけど可愛くはないよね。やだ、今見せたことを後悔した。美味しそうだけどね。じゃあ味見してみよう。ようじ、ようじさ、買ったのにさ、1年半前ぐらいに買ったのにさ、使ってなさすぎてまだこんなパンパン。多分3本目ぐらいかも使うの。
な食べ方しちゃおう。おでんみたい。そう、たまたまなのにニンニクがついてる。たまたま取ったのに、全然ちょっとしか入れてないのに。暑かったー。めっちゃ美味しい。熱っ。熱っ。美味しい。成功です。美味しくできました。熱っ。でもやっぱ豚バラの脂がすごいね。美味しくしてくれてるけど、ちょっと脂が多いな。鶏肉でも美味しそうだなって思ったけど、美味しい。ご飯進みます。でもあんま濃くしてないから、あーご飯食べたいとはならないかな。まだ口が熱い。結構フーフーしたよね。しすぎかなってぐらいしたよね。明日の弁当もお願いします。確かにこれお弁当入れたい、入れてあげたい。みんなに、あとごまあえもあるしさ、ゆで卵もあるし、お弁当できる。これで そのトレーナー気になる。 T シャツ？これは、I want love or です。これ知ってますか？このイラストとかめっちゃ良くない？レオン、映画のレオンっていう、あの映画のセリフらしいイラストなんだけど、もう可愛すぎて即購入。でも部屋着になっちゃった。可愛くない？このイラストいいよね。こういう絵描けるようになりたい。色とかも。レオン見た？見たよ、もちろん。いいよね、サイズ感も好き。急に T シャツ。でも今日はさ、半袖でちょうどいい。しかも見て下もパジャマ、めっちゃ短い。ほらもうさ、半袖半ズボンなのよ私今日。夏すぎないか？ポニーテールなんてしちゃって。だけど明日から寒いっぽいですね。昨日今日だけだったんだね、暑いの。でも私はもうこの天気を利用していろんなものを洗ったりお掃除したりして干してます。ね、今日夏だと半袖の人いっぱいいたもん。私は長袖だったけど、外出た時は日和った。ヒートテックは一昨日ぐらいから脱いだかな、ついに。今日もね、朝一回来たんだけど脱いだ、さすがに。明日からはヒートテックかもな。また、毛布もいつしまえばいいんでしょうかね。え、もうこんな時間じゃん。時間がすごい経ってる。終わりにしよう。じゃあご飯の盛り付けた写真はすぐ送ります、メールに。いや、夏
755かどこかにも貼ります。メールに誘導させるテクニック急に。なんか言うことあったかな。あ、でも本当に、あ、やだ、危ない。あれですね、感激者見に来てください。ぜひ来てください。まだまだ全然お席があるとのことで、私がたくさんの人を呼びますそれしか私にできることはない。今回難しすぎる。でもめっちゃ難しいの本当に。ビビってる明日の稽古とか。でもね、頑張るし、本読みとかして本当に面白くて笑ったし、あとはやっぱり本当に上手な役者さんだらけで、なんかそれだけでも見る価値があるかもしれないし、あの感激者を描いてる作品だから、なんだろう、いつも私の舞台とかを見に来てくれてる皆さんを描いてる感じで、なんか本当にすごい素敵な作品だし、自分に似てる人絶対いると思うので、なんだろう、そういう楽しみもできそう。あとは何だろうな。分かんないけど、あでも昨日の夜のツイートのみんなのコメント、優しすぎて本当に感動したよっていうお話。あと昨日ね、 YouTube のトレーニング動画、最近すごいハマってて、なんか私アブローラーっていうこの腹筋のコロコロのローラーをねよくやってて、それすごい上達してってお腹に効くんですけど、なんかお腹以外もやりたいなと思って YouTube で見てやって、昨日なんか20分ぐらいの長いやつ、しかも上級者編、本当にきついマジでやばいみたいな動画を見つけてやったの。そしたら今日すごい筋肉痛でね、至るところがすごい楽しいっていう話。それがなんかジムとかさ、運動できる施設とかすごい調べてたのけど、これ家で十分だなって思っちゃうぐらいめっちゃ楽しい。っていう話、めっちゃ汗だくになった。だから今日もお風呂入る前にやる、楽しかったからっていう話です。じゃあランキング読みます。最後一番謎の話だったね。じゃあ20位から。20位、ファマジありがとう。19位、あやかんハートありがとう。18位、ジェリーありがとう。あ、ちょっと待って、ほんとだ、裏パンだ、めっちゃパンかわいい、すごいパン並んでる、この裏の画面のなんていうの、背景みたいなやつ、今さらかわいい急にね、今さら気づいた。
はい、戻ります。17位、ひろのり、群マニア、マリアちゃん、はーい、ありがとう。16位、ヤッチ、あと陶器のように綺麗なお花ですね、ありがとうございます。今日はやっていただきました。15位、タッチゴール群マニア、イエーイ、ありがとう。14位、ジンガヤ群マニア、イエーイ、ありがとうございます。13位、ケンケン、ありがとう。12位、ミツ、ありがとう。11位、ジャン群マニア、ありがとう。どんだけ。10位、宮古ブルー群マニア研究生、あ、まだ研究生だ、昇格頑張、ありがとうございます。9位、チャー群マニア、チャー、ありがとう。8位、幼いクリーニング群マニア、何パンが好きですか。クイニーアマン、今日も食べちゃった。でも今日食べたのはちょっと納得がいかなくて、あって思った、違うお店にすればよかったけど、やっぱり普通のシンプルななんかハード系なパンも好きだし、クロワッサンも好きだし、うんかな。今日はクイニーアマンが気分でした。難しいね、何パンが好きですかってやつね。あ、クロックムッシュとか調理系も好き。7位、ふっと感激者、チケット発見したよ、え、早い、ありがとう、嬉しい、イエーイ。7位、イエーイ、ありがとう。来月だもんね。6位、三角おむすび群マニア、ありがとう、イエーイ。今日もミニ食べた。おっと、5位、天沢聖一、読み方合ってるかな、天沢聖一、5位、ありがとう聖一。4位、ケンケン群マニア、野球観戦中、暑い、え、なんかさ、お話し会でもね、今から野球見に行ってきますとか、今テレビで野球見てますとか、今野球場にいますみたいな人めっちゃいて、なんかすごい野球ブームっていうか、なんていうの、シーズンなんでしょうかね、すごい大人気、野球、ありがとう。3位、りょう、幕張の群マニア、お話し会楽しかったよ、あ、お話し会だ、そうだ、ありがとう、楽しかった、ありがとうございます。そうだそうだ、この間お話し会があったんだね、楽しかった、マジであっという間だった。最近一部からが多いんだよね、早起き大変なんだけど、でも楽しい、あっという間にお昼になっちゃう、一部からやってると。ありがとうございます。2位、船長群マニア、船長ありがとう、船長。2位、そして1位はじゃん、宗介群マニア、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、皆さんありがとう、パンもありがとうございます、みんなありがとうね。ではじゃあ写真撮ってメールに送ります。テレビ見ながらご飯食べるよ、ありがとう。じゃあバイバイ、バイバイ、またねー。